みなさんおはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、もう冬ですね。そうですね、はい、今日も寒いですよね。そうですね、はい、どうですか皆さんのところは。そう、あ、ごめん、間違えて、はい、寒いですか、はい、はい、まあ、あんまりミャンマーは寒いとはない。寒いとかないですよね。はい、ないね。ないけど、この最近だけちょっと寒い気がしますね。はい、まあ、どうですか日本は。こんな時期だと日本だと今めっちゃ寒いよ。はい、まあ冬ですもんね。まあ雪だらけだもんね。そう、いいですね。あとは日本の冬はなんていうか、こたつとか鍋とかが有名らしいけど、はい、有名だね。あとはその有名なお祭りとかあるよね。ありますね。そう、はい、あるある。実はミャンマーの冬はですね、寒気と呼ぶ方が合ってるらしいけど、はい、まあ、この話は別の動画撮って話すんで、はいはい、このビデオでは冬と話すね。おお、いいね。はい、はい、どうですか冬は。もう眠たい。眠たい、はい、そうですね。まあ、普段でもベッドと離れたくない人が多いよね。そうですね。ベッドとくっつけていきたい。くっつけていたみたいな、はい、最近はもっと寒いから、そうくっつけていたい気持ち。そう、はい、いいですね、はい。こっちの話はちょっと変な話になるかもしれないけど。何ですか。蚊が多いです。蚊、おかしいじゃない、冬なのに蚊が多いです。日本にはね、蚊がほぼいないよな。本当？日本に7年住んでたけど、一度も蚊が見たことないな。これもまた不思議ですね、皆さん。はい、本当の話。っていうか先生、はい、シャワーしましたか。シャワー、秘密だけど、してないです。いやいや、全然秘密になってないけど、全国にバラしてるけど。はい、はい、すいません。はい、僕も朝ですね、シャワーしようかなと思って、窓開けてですね、起きて窓開けて、はい、見たら、はい、なんか風がパーッと入り込んでて、もう風が冷たくてさ、はい、寒くて、はい、自然にシャワーができなかったってわけ。はい、結局シャワーしてこないってことね。はい、そう、言い訳じゃない、言い訳だね。はい、言い訳だね。はい、まあ、絶対に先生と僕だけじゃなくて、まあ、今聞いてる皆さんも、そのアバンリージのみんなもシャワーしないグループに入ってるかもです。はい、皆さん、それはダメですよ。絶対にダメですよね。はい、今日はみんなと一緒にやりたい、まあ、やり取りしたい質問があってですね、はい、なんていうか、冬に一番嫌なことは何ですか、って嫌なこと、はい、嫌なことね、はい、僕は、まあ、やっぱりシャワーかな。はい、先生はどうですか。僕もシャワーかな。いや、それはあまり考えるな。はい、はい、そうですね、もう冬はシャワーはしたくないよな。ね、皆さんも同じだと思います。まあ、確かに起きたくもないけど、シャワーもしたくないです。はい、じゃあ皆さんも一番嫌なことは何ですかっていう質問をコメント欄に、答えて書いてくださいね。はい、はい、それじゃあまた次回、2回目、はい、バイバイ。